どうも7月の22日土曜日かな、えー、名称 IR という,うイベントまあ会社がですね自社は中長期的にどういう方向に向かいますよというものですね、えー、そちらに参加しまして有力な情報といってもですね こちらは時価総額がしっかりしてて3000億以上あるんでまあ3000トンで71億円あるんですよ今日の株価で今日のえと昨日の引けの株価でねでっていうことを考えるとあまり値段が乱高下はしないと思うんですよあの日産なんかは4.7兆とかあるのかな4兆円以上あると思うんですけども えーまあ、日産なんかはあんまり動かないんですよね。さっき見たんですよ。で、日産自動車は、うーんそうですね、4.7兆円あるんですよ。4兆7000億、時価総額が、この、ね、株価ですよ。うん、で、まあ、こういった株価っていうのは、なかなかその変動というのが、時価総額がでかくなればなるほど、 ななかなか動かなくなります。で、動かなくなるんですけども、まあ、日産ではないですよね性能。性能ホールディングスです。はい。ねえー、こちらのですね、IR 担当者、まあ、要は、あのー、その、性能の社員さんだと思うんですよ。こ、あのー、の IR の説明ですね。企業説明をする前にですね、 えー、ちょっと突っ込んでみました。アジア圏内で、えー、どっか入っている国はあるんですかっていう国あとの話をしましたらサラサラサラと答えていただきました。あとはその説明を聞いた時に「可客今後」こちらがですね、えー、のが成立すれば、まあ、運輸省か 何て言うんですか交通系の省庁ございますよね。でそちらの承認が得られればこれはですねちょいとしたあー面白いことになるんじゃないかなとは言ってもまあこの株価で、えー、随時ね横横で値段もあんまり。 変わらないで、1450円から1550円ぐらいの間でサラサラサラッと流れていったとしてですよ。まあ300円か、僕の勝手な推測ですよ。イメージでしかないんで、まあ300円から500円ぐらい上がればいいんじゃないかなと思っております。で、もう一つありますのが、あこちら、安定してるってことです。なんで安定してるのかというと、実はですよ。私知らなかったんですけど、 高速道路に行くと、性能運輸のトラックが9割走ってまして、他の引っ越し業者さん、えー、ね、もう、あのー、なんだろう、働きすぎでね、猫ちゃんのとこもね、そうなんですけども、あのー、そちらを含めてもですね、性能さんのトラックが9割走ってるってことなんですよ。で、えー、他の運送屋さんは、じゃあ飛行機で運んでるのっていう話になってしまうんですけども、 まあ飛行機に乗っけるにしてもどっちにしても高速道路って使うと思うんですよね。うん、で、それではなくて、せいのさんのお、まあ、10トントラックがメインなのかな、高速道路を走らせるときはですよ。で、10トントラックで、えー、例えば東京から大阪、東京から九州、えー、京都とかにね、えー、荷物を1回、せいのさんのトラックで持ってきます。でその 次にですね、引っ越し業者さん、あのー、ドラちゃんのとことかね、あとはその、まあ引っ越し、猫ちゃんのとここれは引っ越しじゃないですけど、配,配達ですね、あとは、小間をとした、あのー、飛脚のとことかね、えー、あると思うんですけども、あのー、そちらの荷物もいっぺんに清野さんが10トントラックの荷台に入れて運んでらっしゃるようなんですよ。でこれはね であのー、これのあのですねこれめっちゃ安定してるんじゃないのっていう話になるんですよね。うん、なので、えーまあ、そんなに乱高下はしないしそこの僕の中ではそのね火却人と、えー、荷物を同じ車体で詰める。 っていうそちらの法律が通るときに、性能ホールディングスさんを必ず通すんじゃないかと思っております。っていうのも、それだけの実績があるわけですよ。で、あのー、なんだっけな、なんか私、あの、運送系のその法律みたいの詳しくないんですけども、えー、東京、大阪間のその交通のなんか、承認書っていうのかな。 そういったものを承諾書みたいのをうんなんとか省庁さんの、ねうん、交通をねつかさるそちらに提出した時に毎日走らせないといけませんよみたいなそういうなんかね小難しいことを縛りがあるらしいんですよでそれを最初に取ったのが清野さん清野ホールディングスなんですねであのー、そういったあれもありましてで今 世の中の流れはあのー、猫ちゃんのとこがね、えー、人手不足で、まあ、よそも正直ねどこの業界も人手不足ではあるんですけどもああいった問題からあ長距離を走らせるということを、まあ、捨てたというような流れになってきててこれは今後も進んでいくんじゃないかっていう話なんですね。 えー、3000億円規模の自覚総額を持ったね会社が今、えー、賄ってますんでここに入り込める余地はないんじゃないかなっていうところは私は受けましたあとはあのー、IR 担当者の自信ですこれはすごいあのー、正直ですね会社員やられてる方はですね自社の強みを例えばその自分の会社のね 株を売るようなつもりで他人様にですねプレゼンをしてみてくださいっていう話なんですけどもこれがこれがすごいんですよであの僕が何がすごいって思ったのがまずその活力というかここは東南アジアの 若者たちがいっぱいいる場所なんじゃないかなっていう錯覚が起きるほどその IR 担当者さんの,そのモチベーションの高さって言ったらなかったわけですよ。本当にあのさすがにですね、うん、一長一短では刷り込まれるような情報じゃないと思います。本当に細々したねウィ、えー、の歴史みたいなところから えー、これ、うん、ねトラックの10トントラックを作ってんだけ使ってんだけど、このタイプのトラックはうちでしかないとかね、なんかこちょこちょしたね、こう人に話したくなるような話題を持ってきてくれたんですよ。あとは、あのー、最近ですね、最近の話らしいんですけど、いつかわからないです、えー、もうやったことなんですけど、岐阜のタクシー会社を買収したっていうことなんですね。 でこれは、その未来、近未来、先ほど、火客混合っていうね、車の荷台に荷物を乗っけて、でバスのようなね、えー、人を乗せるスペースの、そちらの、なんていうのかな、うーまあ、そういったね、ものも、いっぺんにね、同じ車が積んで走れると、その法律が通ったときに、もうタクシーの、あの岐阜のタクシーをね、 買収した実績がございますんでこれがどんどんね、えーせ、世界ではないですね、全国に行くのにですね、もう実績ございますもんですから、もう通りやすいと思うんですよ。うんね、一発目のこう通すのっていうのは、本当にハードルが高いです。それが2回目、3回目っていうと、わりかし、ああれですよ。 長男の頭は丸くて次男三男の頭は絶、えー、壁だっていう話で結構大事にねこう最初の法案っていうのは通すわけですよ大事に大事に、えー、こっち大丈夫あっち大丈夫かなってじゃあ大丈夫だなっていうところでそこまでのハードルがめっちゃ高いわけですよでそれをもう一つ通してしまった実績がございますとはいでなんでその顧客今後のそのシステムを今後ね 国は通さななきゃいけないけのかっていうお話なんですけどもこちらはですね、えー、地方が、えー、もう高齢化なんですよ、うん、高齢化と言いますか正直少子高齢化とは言うんですけど人が長生きしすぎちゃうんですよで長生きするんでうん長生きはするんだけど地方に子供新しい 赤ちゃんがね、生まれて、その子が成人して、えー、中年、後年っていう、そういう,うスタイル、もう50年ぐらい前のねスタイルは、もうどうやら終わってて、どん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 人口が減ってるっていう、その流れがあるんです。その流れでもって、一つの車両で荷物も人も別個に乗っけて、えー、動かしたんであれば、ちょっと割り合わないんじゃないのっていう話なんですよね。 料金の話も出てますよね、うんあのー、猫ちゃんのとこでね、人手不足で、料金もちょっと安いから、それあげようかって、上がったのかなと、その辺は詳しくないんですけども、そういったことからですね、えー、もう、これは短期では、この株、短期では扱えません、正直。うん、時価総額がでかくて、値動きが、うん、あんまりないので、逆に言えば安定してるんで、うん、そんな短期でね、ちょいっと稼いちゃおうぜ、 い今のね、定位株のおもんじゃない、ああいう動きじゃないですけど、ああいうふうにはまあ、動かないですよね。うん。えっと、まあま、あヤマトさんですね。えっと、今出てこないな。え、ボラがあるやつはなんだろうな。まあ、んだろう。ああと。何だ ああこれもいくらかボラあるな。今日下がったのかな。まあ、あの、こんな感じですね。えー、これボラないか。ボラってのは上げ下げですね。ああ、ボラありますね。えっ、ー、と、こちらみたいな動きはしないと思うんですよ。5月16日に、えー、どこだ上で、えー、187円と。で、こちらが今、あ300上で,ですね。15円まで上がったよと。 で5月のこれだけなんで、2ヶ月でこれだけ上がったわけですよ。ほぼ倍ですね。うん、倍上がっちゃったっていうで。倍にはならないと思うんです。せのさん。残念ながら。そういう株じゃございません。この株は。で、本当、長期で持つんであれば、もう国のね、えー、本当にトップ、もうオンリーワン企業になるんですよ。うん、こちらがね。 なので、長期であればすごくいいんじゃないかなっていう、そういう印象をとてもとても受けましたので、ご紹介させていきました。いただきました。で、これは、こちら、優体もございます。ね、ぺこっと。難山書っていうことなんですけども、100株以上で700円相当と、1000株以上で1200円相当と、3年以上もずっと、なんだ 追加ですね。100株でも3年以上持つと500円追加っていうことですね。うん。っていうものなので、で配当もあります。えー、っと、なんだ、うん。配当もございますんで、で、配当はね、28円。1株28円出てます。うん。ね。なので、100株で2800円、年間配当出てますんで。 いいいいんじゃないかなかととと思いますててもとても安定してるであのー、電気電気って騒がれてますけどおそらくまだまだこちらはね、えー、電気とはいかないでしょうでもう一個ございましてこちらまあさすがにね軽油を燃やして、えー、走ってますんで二酸化炭素出ますで温暖化に貢献してますね私たちの荷物をね えー、いっぱいいっぱい運んでますんで温暖化には貢献してくれてるんですけどもそれの代替として、えー、電車の価客っていうのかな何ていうんですかありますよね四角い箱にズンズンズンって積んで走る電車が車両なんて、ね、ごめんなさい出てこないんですけど、あのー、あれで荷物を運ぼうよっていうことになってますんでねそういう話も進めててただ あれで運ぶ場合っていうのは600キロ以上かなのでないとあれでもないこうでもないやってるうちにトラックはね東京大阪ぐらいだと陸走の方が速いらしいんですよ鉄道よりなのでその辺もうまく考慮してね動いていくと思いますということでねの性能ホールディングスこちらねとても有料な会社と 思いいままししててご紹介をさせたただきましたこれ長期でね、うんまあ、今すぐは買い集められないんですけども、長期で保有していこうと思います。はい、うん。見ながらね、値段がちょっとね、今上がったとこなんで、えー、これがね、1400円以下とかね、この辺まで下がったらあーいいんじゃないかなっていうところを見てます。はい。うん というこっちゃ感じでですすね終わらせていただきますはい。ご視聴いただきありがとうございました。何かありましたらね、えー、コメントいただけると、おどこからか情報を引っ張り上げてね、また紹介させていただきますので、よろしくお願いします。ではまた。